ジェノアクリケットフットボールクラブは、イタリアジェノバをホームタウンとする、イタリアプロサッカーリーグに加盟する。リーグ優勝9回の名門クラブ。1994から95シーズンには、日本人初のセリエ A プレイヤー、元日本代表、三浦和義も所属した。2019から20シーズンは、セリエ A に所属している。クラブ名の、ジェノアとは、ジェノバの英語名である。 1897年、イギリスの船会社に一種として赴任した、英国人のジェームズ・リチャードソン・スペンスリーが、サッカー部門を創設し、自らも選手としてプレー。セリエ A の前身となる、イタリアサッカー選手権の初期には7年間に3、連覇を2度果たした古豪である。同じく、ジェノバを本拠地とする UC サンプドリアとは、ライバル関係にあり、 デルビー・デッラ・ラアンテルナと呼ばれるダービーマッチは白熱する。セリエ優勝回数では、ユベントス FC、インテル・ミラノ、AC ・ミランに次ぐが、現在ではなかなかセリエに定着できずに、入れ替えの浮き目にあっている。ジェームズ・リチャードソン・スペンスリー・ジェノア・ CFC は、ジェノア・クリケット・アアスレティック・クラブとして1893年9月7日に創設された。最初期は、 陸上競技とクリケットのチームとしてのみの活動であった。在外イングランド人のクラブとして創設されたため、当初はイングランド代表チームと同じ白色のシャツを使用し、イタリア人の加入は認めていなかった。チームの活動は、町の北西部のピアッツァ・ダルミにあるカンパス素地域で行っていた。クラブのサッカー部門は、 ジェームズ・リチャードソン・スペンスリーによって1897年4月10日に公式に開設された。これはイタリアサッカーにおいて最古の部類であり、他にはトリノに2つのクラブが存在するだけだった。サッカー部門の開設に合わせてイタリア人の加入も許されるようになり、ポンテカレッカに新グラウンドが建設された。 最初のフレンドリーマッチは、インテルナチオナーレトリノと FBC トリネーゼの混合チームとの間で開催されたホームゲームでジェノアが0-1で敗れた。しかし、その後行われたフレンドリーマッチでは UPS アレッサンドリアをアウェーで2から0で破り、最初の勝利を記録した。また、イギリスの戦艦リベンジの上院をはじめとしたイギリス人海兵のチームとの試合も行われた。 イタリアにおけるサッカーの競技レベルはイタリアサッカー連盟の発足とイタリアサッカー選手権の開催によって向上した。1898年にジェノアはトリノのベロードロモ・ウンベルトアイで開催された最初のイタリア選手権に参加した。チームは5月8日の初公式戦でジンナスティカトリノ鬼の1で下し、その後同じ日にあった決勝戦でも インテルナツヨナーレトリの延長戦の末にの位置で破り最初の選手権で優勝した。翌1899年にはチーム名からアスレティックを削って正式名称をジェノアクリケットフットボールクラブとした。変更はシャツの色にも及び青と白のストライプ模様に改められた。この年の選手権は4月16日に行われ、 決勝では再び3から1のスコアでインテルナツヨナーレトリノを破り優勝した。1900年には3連覇を果たし、地元のライバル、サンピエルダレネーゼに7から0で勝った試合は、リーグの最多得点差記録として1910年まで、どのチームにも破られなかった。決勝では、FBC トリネーゼを3から1で退けた。クラブのキットは1901年に、再び変更された。 この時採用されたのが現在まで知られる赤と紺のデザインであり、囲碁チームはロッソブルと呼ばれるようになった。1901年シーズンはミランクリケットフットボールクラブに次ぐ準優勝だったが、1902年シーズンにはチャンピオンの座に戻り4度目のタイトルを手にした。1903年以降はユベントスがジェノアの対抗馬の筆頭として浮上してきた。しかし、 ジェノアは全国選手権の決勝において1903年から2年連続でユベントスの挑戦をしりぞけた。1903年にはまたフランスへ遠征し4月27日に FVC ニースと対戦した。これによりジェノアは国際試合を行ったイタリアで最初のサッカーチームとなった。試合は3から0でジェノアが勝利した。1904年には イタリア選手権に優勝したのみならず、初めて開催されたリーグ戦において、2カテゴリアの初代優勝チームとなった。しかし、1905年の選手権で準優勝に終わって、以降は、かつての地位を失い、タイトルは、ユベントス、ミラミアプロベルチェッリといったクラブの手に渡った。1908年に、フィグックが外国人選手の起用を禁じる、体操連盟の主張に合意したことで、 誕生以来、常に有力なイングランド人選手たちに支えられてきたジェノアは不審に陥った。ミラン、トリノ、フィレンツェなどの有力クラブも、この決定に同意しようとせず、フィグックによる、この年の公式の大会から脱退した。そのため、連盟側は、翌年に決定を取り消し、ジェノアは、ルイジ・フェルダーリスや数人のスイス人選手の活躍によって立て直された。 チームの再建に合わせてマラッシュ地区に新たなグラウンドも建設された。スタジアムは当時のイギリスのそれに匹敵する2万5000人の収容能力を持ち1911年1月22日に公式にオープンした。1924年イタリア選手権で最後に優勝したジェノアイタリア代表チームの発足にあたってジェノアは重要な部分を担いレンツォデーベッキ、フェドアルド、 マリアーニ、エンリコサルデが招集を受けた。また、イングランド人のウィリアム・ガーバットが、クラブ復活のためにヘッドコーチとして招聘された。イタリアにおける初のプロ監督だった、ガーバットは強烈なカリスマ性によって、尊敬を集め、しきりにパイプタバコを吹かしていた。彼は選手たちから、ミステルと呼ばれたが、この単語はやがて、イタリアのサッカー界で、 どの監督に対しても用いられるようになった。1914から15シーズンには北部地域の決勝ラウンドで勝利し、北イタリアのトップクラブとしての地位を取り戻した。しかし、第一次世界大戦の勃発により、南部地域の決勝ラウンドは開催されず、したがって全国王者を決める決勝大会も行われなかった。 戦争終結後の1919 19年にようやく、ジェノアは11シーズンぶりのタイトルを送られた。戦争では兵役についていたルイジ・フェルダーリス、アドルフォ・ニエッコ、カルロ・マラシ、アルベルト・スッソーネ、クラウディオ・カザノバの5選手が死亡し、ジェノアは多大な犠牲を被った。サッカー部門の創設者である、ジェームズ・リーチャード・ソン・スペンスリーも、ドイツで戦死した。戦終わり直後においても、 ジェノアは依然として北部地域の強豪だった。ガーバットは1922から23シーズンにもジェノアを成功に導き、選手権決勝では2試合合合計6から1でラツヨを破った。翌シーズンは北部地区決勝でボローニャに勝利したが、ボローニャでのセカンド、レグの試合中に観客による暴動が起こったため、試合は中止となった。フィグックは後日、 ジェノア2-2-0の勝利を与えたが、この裁定は議論を呼ぶこととなった。このシーズンの全国王者決定戦では、サボイアに2試合合計4-1で勝利した。ジェノアにとっては、これが9回目の全国制覇であり、現在まで最後の優勝となっている。この時期のチームには、ジョバンニ・デプラ、オッタービオ・バルビエリ、ルイジブルランド、レンゾデ・ベッキなどが在籍していた。また、 1923から24シーズンに選手権を制して以降は現在まで続くスクレットの刺繍の伝統も始まった。これは毎シーズンの選手権を制したクラブのシャツにイタリア国旗の色をあしらった縦型の刺繍をつけるのを認める習わしである。その後、クラブが1920年代に優勝することはなかった。1927から28シーズンに トリノに次ぐ2位となったのが最高位である。コッパイタリア優勝時の選手たちファシスト政権下では、そのイギリス風の名前が疎まれ、クラブは1928年にジェノバ1893チルコロデルカルチョへと改名を強制された。1929年にはヨーロピアンカップの戦具とされるミトローパカップに参加し、準々決勝で SK ラピードウィーンに敗れた。 1929から30シーズンはアンブロジアーナに次ぐ2位でシーズンで終えた。これは現在に至るまでジェノアがトップレベルで収めた最後の準優勝となっている。1930年代前半におけるチームのリーグ順位は激しい浮き沈みを見せた。1933から34シーズンについにセリエ B への初の降格を経験した。しかし幸いなことにチームは ビットリオ・ファロッパの指導によって立ち直り、ノバーラを上回って、グループ主位での昇格を果たした。1936年には、野心的なファンクリオーロが、クラブの会長職を引き継いだ。1936から37シーズンはリーグを6位で終え、コッパイタリアでは、決勝で AS ・ローマをマリオ・トルティのゴールで1から0で下し初優勝を収めた。 翌1937から38シーズンのセリエ A では3位となった。このシーズンはとりわけ接戦で優勝したアンブロジアーナとの勝ち点差はわずか3だった。1938年の FIFA フフワールドカップで優勝したイタリア代表にはセルジオベルトーマリオ・ゼンタ、マリオ・ペラッツォーロが名を連ねたクラブはこの10年間を通して高い競争力を維持し、 リーグでも五子に入る地位を保った。第二次世界大戦はイタリアのサッカー界にあまねく劇的な影響を及ぼしたが、ジェノバは他のクラブと同じように復活を遂げることはできなかった。1945年にクラブは正式名称をごく初期に用いていたジェノアクリケットフットボールクラブという名前に戻した。戦争終結の翌年からは、 オッタービオ・バルビエリや、ウィリアム・ガーバットといったかつてクラブを支えた人々が、カわるガわる監督を務め、依然として人気のあるチームの一つであった。また、サンプドリアという新しいライバルも生まれた。同じく、ジェノバの街を本拠地とする、サンプドリアは1946年に2つのクラブの合併によって創設され、ジェノワのホームスタジアムであるスタディオ・ルイジ・フェルダーリスを、 共同使用することとなった。それまでセリエ A の上位に位置していたジェノアのチーム力は第二次大戦後明らかに衰え、1940年代後半は常に中位でシーズンを終えた。それでも1948から49シーズンにはインテルに4から1、グランデトリノに3の0、パドバに7の1という3つの重要な勝利を上げることができた。 1950年代の始まりは悲惨なものであった。1949年にボカジュニアーズから獲得したアルゼンチン人マリオ・ボジェはわずか1シーズンでクラブを去り、1950から51シーズンにはセリエ A で再開となり降格した。しかし2シーズン後にはセリエ B を制覇し一部復帰を果たした。この時期の有名選手には、 ノルウェー人のラグナーニコライ・ラルセンがおり、1950年代の残りは一貫してリーグの注意でシーズンを終えた。1959から60シーズンには再び降格を喫し、1961から62シーズンに最初を格した。それでも1960年代前半はカップ戦で一定の成功を収めた。1962年には、 コッパデッテ・アルピで優勝し、決勝では、フランスのグルノーブルを、ナッタのゴールにより1から0で破った。ジェノアはさらにその2年後の大会も優勝した。この時の決勝は、スイスベルンのバンクドルフ・スタディオンで開催され、ジャンパオロッピア・チェリの2ゴールによって、カターニアを2の0で破った。しかし祝賀ムードは長続きせず、カップ戦で最後の成功を収めた1963から64。 シーズンはリーグ戦では16位に終わり、再びセリエ B 降格となった。以降、クラブは過去の降格時より、はるかに長く、セリエ B に止まることとなり、毎シーズンのように監督を交代させた。さらに1970年には、初のセリエ C 降格さえ経験した。クラブの財政は苦境に陥り、何度か所有権が移った。1970年代を通して、 ジェノアは大半を二部で過ごした。アルトゥーロ・シルベストリ監督のも1973から74シーズンにはセリエ A 復帰を果たしたが、1シーズンで降格となった。再びセリエ A に復帰するのは、その2シーズン後で、今度はロベルト・ロザート、ブルーノ・コンティ、若きロベルト・プルッツォを擁していた。2シーズンの間セリエ A に止まったものの、 1977から78シーズンに降格した。この降格は残留したフィオレンティーナとわずか得失点差1の差で決まるという無常なものだった。両チームは最終節で直接対決を行い0から0で引き分けていた。降格によってクラブはセリー AA への迅速な復帰を果たすには欠かせないトッププレイヤーたちを失った。例えばロベルト・プルッツォは ローマに移籍し、大きな成功を手にした。二度にわたって、セリエ B の注意となった後、ジェノアは、ルイチ・シモーニ監督のもと、1980から81、シーズンに前シーズンのトトネロスキャンダルで、強制降格させられていた AC ミランに次ぐ2位で、昇格を果たした。シモーニ監督率いるジェノアは、セリエ A 復帰後最初のシーズンを降格した AC ミランと、 わずか勝ち点1差で終え、残留を果たした。最終節のナポリ戦では、残り5分まで1から2でジェノアが追いかける展開だったが、85分にマリオ・ファッチェンダのゴールが決まって、残留に必要な勝ち点を獲得した。これが、両クラブのサポーター間における友好関係の始まりだった。それから2シーズン後の1983から84シーズンには、 最終節でその年の優勝チームであるユベントスを破ったにもかかわらず残留したラツヨと同化地点での降格を余儀なくされた。これはラツヨがジェノアとの直接対決で勝ち越したためであった。セリエ A に在籍していた1994年には日本代表の三浦和義が1年間の期限付け遺跡で加入しアジア人初のセリエ A プレイヤーとなった。もっともこの遺跡は 商業的な狙いによるものとの見解が多く、クラブの胸スポンサーに、ケンウッドが入っていたこともあって、入団会見では、スポンサーを得るために獲得したと言われているが、どう思うか。などと、辛辣な質問も浴びせられた。三浦は、セリー A デビュー戦となった AC ミランとの試合で、フランコバレージと激突し、尾骨骨折と眼科系神経の損傷により1ヶ月の離脱を余儀なくされた。 復帰後、UC サンプドリアとのゼノバダービーで、先制点となるゴールを奪ったものの、結局ゴールはこれのみに終わり、21試合の出場に止まった。シーズン終了後に、チームは降格した。フェラーリ広場で、セリエ A 復帰を祝うジェノアファン。2007年6月2003年、低迷と財政難に苦しむクラブをガング王、エンリコ・プレツオウジが買収し、 以来積極的な補強を行い、名門復活に取り組んでいる。2004から05シーズンでは、セリエ B で優勝したが最終節での試合の不正操作が発覚し、ペナルティとして順位が最下扱いになり、セリエ C1 に降格した。その後は好成績を収め、2006から07シーズンにセリエ B3 位となり、セリエ A へ復帰した。 ラド97ビラスキ14ロメロ17ズカノビッチ87クリッシュと4ベッサ24ロムロ8ヒリエマルク88ラゾビッチ22クアメ11ピョンテク9中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づくカッコ内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す中選手の国籍表記は フィファの定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。以下は、ジェノアがサッカークラブとなった1896年以降の年代順の監督一覧である。ジェノアにはこれまで多くの監督、トレーナーがおり、いくつかのシーズンには共同監督がチームを率いた。ありがとうございます。